皆さんこんにちは。今回のトピックはエンティティコンポーネントシステム ECS です。エンティティコンポーネントシステム ECS は Unity に新しく導入されたソフトウェアアーキテクチャの一種です。 ECS は DOTS という別の略称で覚えている方も多いかもしれません。 ECS、DOTS は長らく開発が進められていたんですが、先日バージョン 1.0 がついにリリースされました。 Unity 2022 LTS において利用可能となっています。ECS の特徴は何といってもパフォーマンスの高さにあります。従来の Unity と比較してより高速に動作するゲームの開発が可能になるという謳い文句になっています。ですが、たとえ ECS を使ったとしてもいきなり限界までチューニングされたコードを書くというのはなかなか難しいです。そのためには C# の言語仕様とか CPU のアーキテクチャ、メモリキャッシュの仕組みなどを知らなくてはいけないことがたくさんあります。実際に僕自身 ECS を使い始めてからパフォーマンスのことばかり気にしてしまって、なかなか作業が進まないということがありました。そこで今回は ECS で性能を絞り出すという目標はひとまず置いておくことにしたいと思います。まずはシンプルに ECS を使った Unity プロジェクトがどういうものなのか、難しいこと抜きに体験してみることにしましょう。その前提で簡単なサンプルプロジェクトを用意してみました。人形が踊るだけの非常に単純なサンプルですね。このプロジェクトは GitHub で公開しています。概要欄に URL を書いておきます。さて、このプロジェクトを Unity 2022 LTS で開いてみましょう。こんな感じです。シーンのヒエラルキーを見てみると、メインカメラ以外は何もありませんね。代わりにサブというオブジェクトがポツンと存在しています。これは ECS のサブシーンという概念です。この横にあるボックスにチェックを入れることで、このサブシーンの内容をロードできます。 ECS を使ったオブジェクトはこのサブシーンの中でオーサリングを行う必要があります。サブシーンの中身を覗いてみると、まあ普通のヒエラルキーに見えますね。メッシュフィルターとかメッシュレンダラーとかおなじみのコンポーネントが使われています。ですが、実はこれはオーサリング用の仮の姿であって、実行時には ECS の新しいコンポーネント群に変換されることになります。ちょっと話を整理しましょう。従来のスタンダードな Unity ではメッシュフィルターやメッシュレンダラーやモノビヘイビアなどのコンポーネントが使われてきました。これに対して ECS では新しく実装されたコンポーネント群が用いられます。詳しい説明は省きますが、もうちょっと粒度の細かいコンパクトなコンポーネント群です。ですが、 Unity エディター上でオーサリングを行う場合は従来の仕組みを使えた方が便利ですよね。なので、ひとまずオーサリング時には従来のコンポーネント群を使って今まで通り作業を行えるようにしました。それを格納するのがサブシーンです。サブシーンの内容は実行時やビルド時にECS の新しいコンポーネントデータに変換されます。 ECS ではベイクと呼んでいますね。ちなみにインスペクターの下にあるプレビューを見ると、このオブジェクトがどのようなコンポーネント群に変換されるのか確認できます。さて、踊る人形のオブジェクトを見てみましょう。ストローマンという名前のオブジェクトです。普通にメッシュフィルターとメッシュレンダラーがあって、最後にダンサーオーサリングというコンポーネントがついています。これがこのプロジェクトで独自に実装されたコンポーネントです。ダンサーオーサリングスクリプトの中身を見てみましょう。まずアイコンポーネントデータを実装したダンサーというストラクトがあります。 ECS ではこのようにしてコンポーネントごとのデータを定義します。そしてその下にはダンサーオーサリングクラスの定義があります。さらにその中には変換処理を行うためのベーカークラスが定義されています。従来の Unity ではこのモノビヘイビア継承クラスの中にゲームの処理を書いていきましたよね。ですが ECS の場合、先ほど言ったようにこれはオーサリング時のみの仮の姿にすぎません。
Unity エディター上で設定された値をダンサーコンポーネントに変換する処理だけがここに書かれています。それでは実際にオブジェクトを動かすための処理はどこに書かれているんでしょうか。ここが ECS の大きな特徴になるんですが、ECS においてはデータと処理が完全に分離されます。処理の部分はシステムと呼ばれて別の場所に実装します。このサンプルでは、このダンサーシステム .cs がそれに相当します。中身を見てみましょう。i システムを実装したストラクトとして、ダンサーシステムが定義されています。ちょっと注意なんですが、このストラクトにはパーシャルキーワードが付けられています。ECS では C# のソースジェネレーターという機能を使って、いろいろと補助的なコードを自動生成しています。それらの自動生成されたコードと共存するためにこのパーシャルキーワードが必要になります。さて続きを見てみましょう。この onUpdate というメソッドの中に更新処理を書いていきます。現在の経過時間をシステム API から取得しています。そしてシステム API のクエリーを使ってダンサーとローカルトランスフォームの両方を持つエンティティを列挙していきます。このクエリ方式では refro と refrw というアクセサを使ってコンポーネントデータを参照できます。値を書き換えない参照の場合は read only の refro を使います。値の書き換えを伴う場合は read write の refrw を使います。続いてコンポーネントごとの設定値や経過時間を使ってオブジェクトの動きを計算しています。ここは ECS と関係ない単純に数学的な処理なので説明を省略します。まあ三角関数でぴょんぴょんと揺らしているだけですね。最後に refrw の valueRW プロパティを経由してトランスフォームを更新しています。コーディングはこれで完了です。コンポーネントとそれを処理するシステムの実装が終わったらサブシーン内でオーサリングしていきます。メッシュフィルター、メッシュレンダラー、ダンサーオーサリングを追加します。ちなみに先ほど実装したダンサーシステムについては特に何もする必要はありません。勝手に起動して処理を行ってくれます。プレイモードを開始すると人形が踊り始めました。コンポーネントが一つだけでは寂しいのでもう一つ作ってみましょう。こちらはウォーカーコンポーネントでオブジェクトを移動させるものです。フォワードスピードとアンギュラースピードという2つの設定を持っています。ソースコードの中にはまずウォーカーコンポーネントの定義があります。ウォーカーオーサリングクラスの中にはデータの変換処理だけが実装されています。このあたりは先ほどのダンサーの例と全く同じですね。このウォーカーコンポーネントを処理するためのシステムとしてウォーカーシステムも実装しました。これも先ほどのダンサーシステムとほとんど一緒ですね。システム API のクエリーを使ってウォーカーとローカルトランスフォームを列挙しています。こちらではトランスフォームを Y 軸回転させながら前方向に移動させています。サブシーンにオブジェクトを作成してウォーカーコンポーネントを加えてみました。くるくると回っていますね。またダンサーとウォーカーの2つのコンポーネントを同時に追加してみました。すると踊りながら移動するオブジェクトになります。このようにコンポーネントを組み合わせることでオブジェクトの挙動を作っていくことができます。このあたりの基本的な考え方については従来の Unity と変わりありませんね。最後にちょっと変わった例を作ってみます。これらのダンサーとウォーカーの2つのコンポーネントが同時に存在する場合に特殊なスケーリングを与えるようにしてみたいと思います。今回はコンポーネントの追加はなくいきなりシステムの実装から始めます。名前はパルスシステムとしました。他と同じくシステム API のクエリーを使うんですが、ここではダンサーとウォーカーとローカルトランスフォームの3つを対象として指定します。
こうすることでこのシステムはこれら3つのコンポーネントを同時に持つエンティティだけを処理対象とすることになります。後の中身は単純に数学的な処理ですね。三角関数でスケールを変化させているだけです。今このシーンには3つのオブジェクトが配置されています。真ん中はダンサーだけを持つオブジェクト、左はウォーカーだけを持つオブジェクト、右はダンサーとウォーカーを同時に持つオブジェクトです。実行するとこのようにダンサーとウォーカーを同時に持つオブジェクトだけがスケーリングします。さて今回のサンプルを通してなんとなく大まかにですが ECS の基本構造が見えてきたんじゃないかと思います。ここで従来の Unity のアーキテクチャと ECS の違いについて整理して解説してみたいと思います。従来の Unity ではゲームオブジェクトという C シャープクラスが基本要素になっていました。ゲームオブジェクトには名前やタグやトランスフォームなどの基本的な機能が備わっています。そこへ各種のコンポーネントを追加していくことでゲームの挙動を作っていきます。これらのクラスはデータと処理が一体化したものです。いわゆるオブジェクト指向的なアプローチで作られているといえます。次に ECS の場合を見てみましょう。 ECS において基本要素となるのはエンティティです。そこへコンポーネントを追加していくことでゲームの挙動を作っていくという考え方は同じです。ただ今までのサンプルコードを見てもらってもわかるようにエンティティの存在感はほとんどありません。実のところ ECS におけるエンティティというのは単なる ID に過ぎません。また各コンポーネントもデータを保持するだけのストラクトであり、それを処理するコードはシステムという別のクラスに分離されています。このように ECS はデータの独立性を非常に高くする設計になっています。従来の Unity がオブジェクトオリエンテドな思想だとすれば、ECS はデータオリエンテドな思想だと言えるかもしれません。さて今回は最適化の話をしないつもりでしたが、最後になぜこんな設計になっているのかを少しだけ説明させてください。従来のオブジェクトオリエンテドな設計ではどうしてもデータがメモリヒープ上に散らばってしまうという弱点がありました。こういったランダムなメモリアクセスはメモリキャッシュの効率を低下させる可能性があります。大量のオブジェクトを処理するにはあまり向いていません。ECS ではデータの独立性が高くなっているため、これをメモリアクセスの効率に特化して並び替えることが可能です。コンポーネントデータをずらっとリニアに並べることができるんですね。そしてシステムの実装では、このずらっと並んだデータを短いループの中で効率よく処理することができます。また C シャープジョブシステムを使えば、マルチコア CPU の性能を最大限引き出すことも可能です。またデータ構造が単純化されることでデータのシリアライズ・デシリアライズも高速化されます。これはデータロード時間の短縮やストリーミング処理の軽量化にメリットがあるでしょう。総じてパフォーマンスの向上に有利だということです。ここまでが ECS の理想論です。そしてここがとても難しいところなんですが、このアプローチが全てのゲームにおいて有効かというと、そうとは言い切れないかもしれません。シューティングゲームやサンドボックス系ゲームではかなり有効だと思います。それはまあ想像に難くないですよね。でも例えばビジュアルノベルとか脱出ゲームなどでメリットがあるかというと、そうとも限らない気がします。ですので ECS はあくまでもいくつかあるアプローチの中の一つとして考えてもらうのがいいのかなと思います。こんな感じで今回は ECS について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。今回はほんの触りの部分だけを解説しましたが、まあこの程度の前知識があればサンプルプロジェクトを読み解いていくことはできるんじゃないかと思います。このチャンネルでもリクエストがあれば続きをやってみたいと思いますが、興味を持った方はぜひ公式サンプルやメガシティデモプロジェクトの方を覗いてみることをお勧めします。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。